さっきまでちょっと踊ってました。暑いです。ですね、聞いてください。今日楽しかったこと、今日楽しかったことないですね。聞いてください。私テストがあるんです。1月にちょっと大事なテストがあるんですよ。その勉強しなくちゃで、これはファンの方からいただいたドラえもんのノート、かわいい。なんかこんな水色で、私は留年をかけたです。まあでも中、間違った、高一もやばい。てか多分今より勉強してないんですけど、あの留年しなかったのね。あれ留年しないのか、あれ普通しないんだっけ。あれ私は今から一番、簡単であろう体育の勉強をしたいと思います。国語とかはやっぱりわーってなっちゃうんで、怖い。てかどこが範囲なのかも未だに分かってない。保険はなんか、え、保険はなんかね、今どこ習ってるの、高校生期は あなたのパートナーが妊娠・出産期を迎えた際にどのような配慮ができるか、またそのために必要なことは何か、あなたの考えを書きなさい。どういうことですか。たぎってしまいますわ、ね、ごめんなさい、かけぐるにハマってるんです。あの範囲、テストの範囲がわからない場合はどうしたらいいんですかね。バカなのでわかんないんですよ。テストの範囲がさ、分かってないとさ、勉強しようにもできないよね。なんかテストの範囲の紙もらった気がするんだけど、どうでもよすぎてどっかにやっちゃった気がする。その時テストなんてどうでもいいやみたいな感じで生きてたから、やっぱり私ってバカなのかなってつくづく思うんで、ね、こういうさ喋り方してるから大人になれないんだよね。テストの範囲知りたい。え？テストの範囲？今ね、めっちゃあったかい部屋に暖房つけて、それでめっちゃ踊ってたから見て顔真っ赤。え、体育ってさあるよね、テスト。まさかないのかな。
え、体育のテストまさかない？うちの今の格好やばい、マジで。なんか踊ってたから半袖なんだけど。あ、なんか出てる、見て。これはジェラピケのズボン、ジェラピケの靴下も履いてる。なんか私肌が乾燥してきて、最近めちゃくちゃ冬だからさ、寒いわけじゃないですか。なんかめちゃくちゃ肌が乾燥してて、乾燥しやすいんで。あ、あった、テスト範囲。こんなところに置いてんの。ね、熱っ。なんか立ち位置表出てきた。嬉しい、嬉しい、あった。これがないと体育があるか見るね、そもそも。あ、体育ありましたわ。あ、ないわけないよ。ね、ないわけないよ、そもそも。私こう見えて頭めちゃくちゃ悪いんですよ。何？ね、社会と情報とかやだ。自分的には体育あるの。え、体育ってさ普通ないのかな。う、なんか立ち位置表出てくる。なんでなんで。みんなは何の教科が好きですか。どうしたの、立ち位置表。何の立ち位置表。 B 公園ですね。何が得意？京香ちゃんはいるよね。英語、美術、歴史、政治と経済得意なの羨ましい。私苦手だから。菅義偉さんしか。菅義偉さんしか勝たん。ごめんなさい、嘘です。今の問題発言か。英語得意ですね。一緒だね、英語得意なの。体育の保険の問題はね、なんかね、何これ、本当ね。なんかやばいとこですね。ユニバーサルデザインとは説明。何？説明って言われたら難しくない？〇〇のサビの立ち位置は2からどこに移動するでしょう。いや、それめっちゃ簡単。そういうのやりたいな。記憶力まあまあいいから、そういう気がいいな。
あなたあなたちょっとね、補填はわからない。体育は、体育のテスト範囲はどこかというと、アクティブスポーツ。テニスだって。テニス、体育は実技テストもあるんですよね。テニス、テニス、なんか携帯で、うおー眩しい。夜間が沸騰してる音が聞こえる。え、夜間つけてないよ。夜間つけてないよ。わかった。体育はやめよう、今は。なんかろくなもんがない。ろくなもんがないとか言ってんの。現代文やろ。現代文は、嫌いです。範囲広すぎてやばい。どうしよう。範囲広すぎ。死にそうだ。え、待って待って。そんなことある。例えば作者について言うとか、私作者あんま分かんないんだよね。松尾芭蕉しか好きじゃない。あと漢字にするやつとか、乗車を拒否された、拒否は簡単だ。2、紙片のようなもの。ああ、はいはい。え？紙片は簡単。3、皮肉めいたこと。これも簡単じゃない？4、切符。あ、切符も簡単だね。なんか、え、なんか簡単すぎて大丈夫かな。強烈、待って、強烈、列しか分からん。飛ばします。架空のもの。あー、はいはいはい。あー、分かるけど、あ、強烈ってめっちゃ簡単やん。7番、利己的。わかんねえ。カッコに入れて書く。カッコは簡単じゃないですか。利己的も簡単だったの。漢字がやばい。そう、利己的は使わないです。
でも拒否と拒否と紙片と皮肉と切符と架空と括弧は分かりましたけど、利己的と強烈が簡単なのに分からなかった。うう次、押し問、押し問問う、え、次の語句の意味を調べなさい。未練、未練はよく聞きますね。でもなんか未練はなんかそんな長く覚えれないから、答えを見ると諦めきれないこと、あ、なんとか芯が残って思い切れないこと、諦めきれないこと、諦めきれないことだけでいいのかな。全部覚えられなくない？押し問答うって何？押し問答う？押し問答う？お互いに自分の主張を譲らないこと。え、なんか勉強って楽しいね。なんか今思った。初めて、人生で初めて、あ、2回目に思った。私、数学めちゃくちゃ、てか頭がちょっと、バカなんですよ。なんですよ。でも数学、私塾行ってたって多分知ってる方は知ってると思うんですけど、塾行ってたんですよ。塾行ってて、あの数学の、私中2、いつだったかちょっと覚えてない、中学生の時に連立方程式習うじゃないですか。で、連立方程式が、連立方程式を習う前ぐらいに塾に入ったんですよ。で、連立方程式を習ってて、そしたらめちゃくちゃ楽しくて、連立方程式めっちゃ楽しいやんと思って、それで私ちょっと点数がすんごい低かったんですよ。もう言えないぐらい。で、そしたら連立方程式やったら50点アップしたんですよ。もう50点アップしたって聞いただけでだいぶ低いの分かると思うんですけど、50点アップしたの。すごくない？なんかその時は連立方程式楽しいって思いながらやってたから、なんかもういつでもやってたのだから。でも数学だけですよ。数学と英語だけ習ってたんですよ。数学と英語だけ塾で習ってて、で英語はもうまあ90以上は言ってたんですけど、数学はそう連立方程式楽しいと思って、だから社会とか理科の授業中もずっと連立方程式やってたんですよ。先生の話聞かずにもう連立しか解いてないみたいな、楽しすぎて、だから多分そんな上がったんですよね。そう、びっくりしちゃって、10点じゃないです、さすがに10点はないです。そう、びっくりしちゃって。でも私、三角関係ってありますよね。三角関係だっけ、マジで大好きすぎてずっとやってました。え、三角関係ってなかった？あるよね、数学にあるじゃないですか、三角関係って。え、待って、嘘だ、ちょっと待って、あ、三角関数だ、三角関数だ、やばくない？
今のやばいよね。ちょっと恥ずかしかった。三角関数ですね、ごめんなさい。あの結構恥ずかしいです今。結構っていうかだいぶ恥ずかしいです、ね、何も言えないです。ね、その三角関数ね、三角関数大っ嫌いです。めっちゃ難しくない？三角関数三角関係ねね、この悟空の意味、この悟空の意味を言いなさいでさ、未練ってあるんですけど、問題に諦めきれないことでいいかな。答えに何とか心が残って思い切れないこと、諦めきれないことって書いてあるんですよ。だから あんま覚えれないから諦めきれないことでいい。ダメ？でもさ、いい、そういう意味じゃない？三角関数大っ嫌いです。なんだあれは、私本当に大っ嫌い。数学サヤリンに言ったんですよ。ちょっと数学わかんないからちょっと教えてって、だからまたいつでも連絡してきてって言ってくれて。因数分解も大っ嫌い。なんなんあれ、思わない？あと 3.a かっこ27 b かっこマイナス4マイナス2 c かっこ54を頂点とする三角 abc の重心 g の座標を求めなさい。大っ嫌い。どうしたらいいですか？めちゃくちゃ嫌い、すんごい嫌い、大っ嫌い、ほんと大っ嫌い、マジで嫌い、マジで嫌い、大っ嫌い。どうしたらいい？ガチで嫌い。まあ、今は国語なのでそうやって、数学の悪口を言わないでください。じゃあみんなに問題、絶対調べちゃダメだよ。みんなに問題。高校3年生の時に書いた川べりの道で小説家としてデビューしたのは誰でしょう。高校3年生の時に書いた川べりの道で小説家としてデビューした人。ダメだよ、調べちゃ。他は帰れぬ人々、他の作品は帰れぬ人々、かける少年っていうの作品は川べりの道って言わない。他の作品には帰れぬ人々、かける少年などが。絶対調べちゃダメだよ。これやっぱみんなわからない。正解はあってね、これ正解言いたいんだけど、この人の名前なんて呼ぶかわからない。ささぎはなんとか、お、あ、わかんない、合ってんのか。正解はこの人でした。なんて読むかわからない。なんて読むんだろうこれ、ね、いやみんな知らないの？萌えちゃんとか言わない。ちょっと待って待って、萌えちゃんはやばい。萌えちゃんって書いちゃうよ。高校3年生の時に書いた川べりの道で小説家としてデビューしたのは誰でしょうと。萌えちゃんって書いちゃうよ。もうなんかその、あ、でもいいね。なんか覚え方的に覚えやすいです。ありがとうございます。詐欺沢めぐむってもの。
誰だろうね、わかんないね。でこの漢字さっきやったじゃないですか、あれをもう一回あてかこれファンの方からいただいたまとまるくんのなんか多分シークレットみたいな消しゴムなんですけど、イノスキが出ました、かわいい、使ってます今。これをまた私のやり勉強のやり方の、これをまた、あ、この見てください、グレタマ理論、これもファンの方からいただきました。あ、あとですね、これもファンの方からいただきました。これ結構なんかどういう系だろうと思ってまだ読めてないんですけど、ちょっとこうやってちょっとパッと開いてみたら結構なんか無理はしない、高級なものに興味がない、夢や希望は持たない、干渉しない、放っておいてほしい、ぐでたまみたいなことが書いてあって、これ絶対読みます、寝る前とかに読むね、ありがとうございます。でこれはことわざなんですけど、このドラえもんのやつ、これはねこんな感じでことわざが書いてある、で本見せちゃった、このドラえもんのやつめちゃくちゃいいですよ、なんか覚えやすそう、ありがとうございます。私はめちゃくちゃ嬉しいです。でこうやって狙撃の上達法とかなるよね、荒野行動のお話ですか、そうですね、狙撃はもう慣れですよね。でもこれさ、ゲームの画面見せれないから悲しいよね。伏せキャンとか、伏せキャンが声コードで凛しつつ走りながら指切りする、おお、なるほど、でも難しいですよねそれ。私も荒野行動は本当に遊びでやってたんで、暇な時にガチでやってなかったんであれなんですけど、でも芝刈り機さんって分かりますか、 YouTuber のめっちゃすごいですよ、荒野行動に。でも声コードは最近やってないです、エイペックスに夢中すぎて、はい、エイペックスに夢中すぎて、あとトラウマですね。ひなこちゃんめっちゃうまくてビビったね、そんなことないです、そうですね、勉強もあるし、留年がかかってるテストなんですよ、留年されちゃったら困りますよね、私が留年しちゃったら困りますよね、さすがに。ちょっと親には迷惑はかけれないので、米田さん、米田ミーナですか、え、やってるんですか、こういうことエーペックス、もうすぐで、もうすぐスイッチでできるようになる、え、そうなの、じゃスイッチ持ってるからそれでやろうか、でもパソコンで やるのが多い、弟くんの同級生になる、いや弟高一じゃない、みんな上手らしいの、え、そうなの、怖い、なんかあんま戦いたくないもん、メンバーと、もうねメンバーと戦いたくない、
荒野行動、なんかもうメンバーとは戦いたくないです。一人でメインストリートとかやってる方が楽しいよ、思わないですか？荒野行動やってる人。あのさっき今やってるのは漢字とか書いたじゃないですか、あと押し問答と未練の意味を書くやつ、さっきノートに書いたんですけど、それを隠してもう一回やります。でこれは3回ぐらい繰り返すと覚えるんですよ。このいいでしょ、この勉強方法。そんなことないですか？理科とかよくこうやってやってたの。メンバーだと仲間意識あるから戦いづらい。押し問答？どういう発音ですか？そうですね、メンバーだと戦いづらいし、ちょっとあれですよね。なんかね、ちょっとエーペックス頑張ります。押し問答は押し問答、押し問答、押し問答は自分の主張だっけ、間違えました。お互いに自分の主張を譲らないこと、押し問答、あ、来たんじゃない？押し問答と言えてるよね今多分。そして未練は諦めきれないこと、きた。押し問答、サヤエンドウと一緒、ほんとだ一緒だ。押し問答、そう、なんか私ね、ラーメンとかもなんかラーメンだよって言われるんですけど、ラーメンって言うんですよね。私だけラーメンだよって言われるんですけど、ラーメン。あと犬も犬って言うんですけど、犬だよみたいな。多分なんかでも島根は多分そうなんですよね、ほとんど。友達とかにもラーメンだよ、ラーメンって言うっていうか、ラーメンらしいよって言ったらびっくりする。マクド、じゃあこの小説家のちゃんとね、これも勉強しないとテストに出てしちゃったら困りますので。でもさ、これどういう感じ？この最一文字。詐欺さは。あ、出てきた。サギサは萌え、ね、萌えっていう感じ、これじゃないよ、こうや。意外と簡単でした感じ。
今は現代文の勉強してます。範囲広すぎてどうしたらいいか分かんない。思いませんか。なんで詐欺沢さんが問題に出るのわからないです。なんか 出てました。作者高校3年生の時に書いた川べりの道だっけ。以後家族や人間関係の苦悩や細やかに描く作品を多く発表した。他の作品に帰れぬ人々かける少年、誰でしょうか。オッケー。これなんか楽しいですね、ここ勉強って。国語の勉強楽しい。社会とかわかんないけど、てかこういうコードをやってなくて、やらなきゃやばいと思ってるんですけど、助けてください。助けて、てか乃木坂さんとコラボしてますよね今。社会得意なのいいな。あなたが最近行った親切を答えなさい。おばあさんの荷物を持ってあげた。え、なんか乃木坂さんとコラボしてますよね。え、ちょっとめんど勉強めんどくさくなっちゃったんで、こういうコード一回だけやる。なんかね、こうやってこういう体勢で最近やらないんですよね。こうやってこの体勢やりにくいな、めちゃくちゃ。さあ、私の大好きな斉藤飛鳥。これ音出ちゃってるけどバンされちゃう。セキャン楽しくない？あ！てか、私めっちゃ、おいおい、やばい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 。なんかこれ強いんですよね、敵がいつも。でも前は6キルとかしかできなかったのが
最近タッチバグえぐいです。その体勢でもできるんだ。え、できないです。一番最初は6キレとかしかできなかったんですけど、最近は16キレでもまだ全然ですよ。だってプロの人なんて20何キロやりますからね。めっちゃ久しぶりにやったな。なんか手が痛いんですよ。なんかこういうコードやってるとめっちゃ手痛くて、なんかねすごい痛い、めちゃくちゃ痛い。めっちゃ痛いの、手が、指先が硬くなって。だからね当分休んでたんですよね。なんかほんと痛すぎて、重症化26キロしてなかった。あ、それは ATB のメンバーとやった時なんで。でもそれは全然すごいことじゃないですよ。なんかすごいみたいになってたんですけど、全然すごいことじゃないです。敵が強い、やばい。敵めっちゃ強いです。敵が今はね17キロしてます。今メインストリートやってる。あ、終わっちゃった。メインストリートやってました。17キロしました。メインストリートってめっちゃ強い。なんか近距離戦なんですけど、めっちゃ強い。でももうなんか荒野行動手が痛くて、今のでもう痛くなった。本当ね手痛いんですよ。なんか動かない、思うように動かない。やりすぎかなと思いますか。どう思いますか。これ痛いのって何だと思いますか。めっちゃ手が痛い。何ですかこれって。久々にやると、いや違いますよ。普通に毎日やってる時から、毎日やってて、毎日やってて、やってたらなんかなってました。だから一回休憩したんですけど、でもゲームやってない時も普通に痛かったです。何でしょうかこれ。腫れてる、痛い。調べようかな。指腫れてるって、プレッシャーじゃないですか。もう26キロみたいな、めちゃくちゃプレッシャーでずっとやってるんですよ。やっぱりここで頑張らないと人生やっていけないっていうか、なんでしょうかこれは。そう、多分目悪くなっちゃうし、だからねあんまりできない。
だから APEX はなんかキーボード押すだけなんで全然。次があったら相当なプレッシャーだよね。そうだからすごいんですよ。次の大会あったらみんなに一番狙われちゃうかも。そうですね。だからすごいプレッシャーかかってるんですよ私には。一回考えましたもん、どうしようみたいな。もし次があってこれで負けたらすごい意味ないなみたいな。だからめっちゃ考えたし、ってなっちゃうので。でも指が痛いのでしてないんですけど。最近はあとねレッスンとかも多くて、あの劇場のレッスンとかもあったりしたのでやる時間がないというか。でこれからコンサートの、まあ、まだ開催できるかもう分かんないですけど、何があるかね分かんないので、この先分かんないですけど、そのレッスンとかも入ってくるので、あと1月2日にはイベントも出させていただくので、コンサート中止。いやいやそうじゃなくて、もしだよ、だって今日とか東京のあれやばいですよ人数。もしだよ、もしこの先なんかいろんなことがあったりしてコンサートなんかたまにあるじゃないですか、中止になりましたとか、そういう風になったりするかもしれないじゃないですか、わかんないけど。何が起こるか分かんない、あるといいなって感じですけど、人数が増えてきてたら多分中止になっちゃうじゃないですか。だからキーボードも安いやつは使ってると指痛くなる。キーボードはね痛くならない、ゲーミング PC っていうのかな使ってるんですけど。で最近はこのなんだっけ、この iPad、 最新の iPad、こういうこともしてたんですけど痛くてできない。そうなんです。もう茨城ツアーのダンスとかももう本当にもうみんなで準備してたんですよ、もう投資リハとかもして、そしたら中止ってなっちゃって、あ、短文を作りなさいっていうのが出てきた。ここで見当違いと 手立てがない。なんかそういう短文作るの苦手なんですよね。見当違い。見当を誤ること。だからこういうのはまあ大体ネットで調べれば。短文留年、留年は見当違いだみたいな感じですか。見当違いでどうやって使うの。留年は見当違いだ、合ってます。合ってない？留年は見当違いだって合ってない？結構違います？留年は見当違いだ、ダメ？他
かしいですか。コロナで海外に行くのは検討中。あ、でもいい、それにしようかな。テスト1月だからなんかまだコロナ全然流行ってると思いますし、そうしますね。え、いいよね。コロナで海外に行くのは見当違いだ。いいですか。手立てがない。手立てがない。短文。保存をする手立てはなかったのだろうか。いいねそれ。保存をする手立てはなかったの。でもさ、みんな勉強って何時間ぐらいやってるんだろう。オタクをやめる手立てが、ちょっと待って、本当に面白い、めちゃくちゃ面白いです。それ書こうかな。これ今国語の勉強してます。え、いいんじゃない。疲れた。12時間ってどういうこと。だから昼の12時に寝るとしたら、あの12時までってこと、0時までってこと。でもそんぐらいしなきゃだよね普通。でもダンスの練習もあるからな。高校の時は朝5時から、5時から、あー5時、私も朝5時に起きて勉強もやる気でなく、でやる気でなくないですか。最近可愛いなって思ってツイッターとインスタフォローしました。嬉しい、ありがとうございます。いや、ちょっとショールーム終わってからも頑張りたいと思います。でも頑張りたいと思うんですけど、あれなんですよ、本当にダンスをしなきゃいけなくて、実はダンスをしなくてやばくて、ちょっとやばいですね。朝って頭に入りやすい気がする。あ、そうなんだ。私は中学の時に勉強とか本当に興味なかったって言ってもあれですけど、英語しか本当に興味なかったんで、直前テストの直前とかにめちゃくちゃ理科とかこれはなんとかこれはなんとかみたいな感じで調べなんて頭にボンって入れて、そしたらちょうそれなんかいつもだいたいその問題が出てくるんですよ、直前に見た問題が。だからそれ書けるんですよ。なんか記憶力がまあまあ良くて、だから直前に見たのとか、直前に見たのはほぼ覚えてて書けるんですよ。でもその直前に見るのがいけないんですよね。ダンスはすぐ覚えられないです。ダンスは覚えられない、特に難しいのとかね。
なのでちょっと頑張りたいと思います。なんか昨日の私とは大違いじゃない？結構大違いじゃない？やっぱりメイクってすごい。誰？これ私なんです。そう、コンサートの練習とか、昨日は女の子でしたね。昨日めちゃくちゃ女の子でしたね、私。今日は男？え、キモ？キモって言われた。今日は素の女の子です。松井パーマは前かけてたんですけど、多分もう取れてます。ということで、ちょっと勉強を頑張りたいと思います。そして早くお風呂にも入って頑張りたいと思います。あ、でもレッスンがあるって言ったんですけど、あるんですけど、私こう見えてポニーテールとシュシュとかやったことないの。トゥ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 、あ、あるか。ありますね、うん、なんかどっかでやった気がする。いつまでに宿、いや、これは宿題じゃなくて勉強です。でも頑張りたいと思います。じゃあランキング見ます。13位ピンクカメオさん、あ、変わってた。13位、大木正義さん、ありがとうございます。12位、熊代さん、ありがとうございます。寒い。11位、リンさん、ありがとうございます。10位、梅こぶ茶とまくなとりのさん、ありがとうございます。9位、まぼろしさん、ありがとうございます。8位、ジェアリングアットマークシンガポールミューディーさん、ありがとうございます。7位、メシシさん、ありがとうございます。6位 WR アットマークひなこしさん、ありがとうございます。5位ひらぴアットマークひなこしさん、ありがとうございます。4位香港のアルマアットマークお勉強頑張りますさん、ありがとうございます。3位にゃんこアットマークひなこしさん、ありがとうございます。2位はプッチーニさん、ありがとうございます。
そして1は元気くんでした。元気くんありがとうございます。イエーイ。ということで、ね、ひなこを知ってつけてくださってる方本当に嬉しいです。ありがとうございます。今から頑張ります。また見に来てください。バイバイ。またね。領域展開、領域展開、これずっとさとちゃんと言ってました。昨日、昨日じゃない、昨日だっけ、おとといか、劇場で領域展開。ありがとうございました。バイバーイ。